はい、今日はね、かなり後取りなんですけど、ネバギバっていう、ネバギバっていう曲のね、あの振り付けを担当させていただいたんですけど、そこでちょっと偽物の振り付けをしたら、あのメンバーはどういう反応するのかっていうのをやっていきたいと思います。はい。で、その振り付けは私ではなくて、この私が作りました。他のメンバー4人あのいるんですけど、には何も言わずに私が普通に振り付けをして、あ、みどちゃんじゃああとやってくれるみたいな、助手みたいな、謎の助手みたいな、そこでねっていうのでやらせたら、メンバーはちゃんと指示に従うのかってことが見てみたいと思います。はい、じゃあちょっとイメージどんな感じするんですか。イメージは、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シー、セブン、エイ、ワン、数年経ってるのに覚えてるんだ、すごっ。セブン、なんか回ってダウンです、ここポイント、チャッチャッチャッ、ゲットダウン、ゲットダウン、これを考えました。では、実際の動画をどうぞ。
やらないかなって動かないかなって思ったけど、うん、みんなすぐになんか踊ろうとするんだっていうのが感動でした感動だったね、うん、意外とね素直にね、うん、そうしかもなんか、うん、ゆりさんが、うん、はいじゃあ行くねみたいな緑知ってるから踊ってみたいな感じで、うんうん、なんか私が普通に踊ってみたいなゆっくりじゃなかったじゃないですか、うん、普通にただただ振り付けどんどん進んでいくみたいな、うんうん、だったのにあすごいと思う、ね、うん、今せーのはい感動しました。感動した。あれはそのまでになんかちゃんとなんかさ やるじゃんそうなんかしかも始まる前に、うん、あの思い出す時間あげるからねみたいな感じで言ってたのに、うん、なんかじゃあ次緑の振り合いまで行くからみたいな感じで行けるみたいな感じで、うん、えあもんかみたいな感じにもう最初の振りあって、うん、じゃあ次みたいな思い出す時間もなんか進んでいくから、うん、すごい、うん、え考える時間くれるって言ったのにって思って完璧だったよね。もう頭もう最初これやってちょこちょこってやってるのもずっとどっちがいたっけって思いながらすごいすがみどりそこで間違えちゃったらねちょっと今のやってみたら、うん、面白かった。はい、みたいな感じでございました。みんな素晴らしいです。ちゃんとゲットダウンもやったから、うん、みんな疑いながらも、うん、はい、ということで皆様今日も見てくださってありがとうございました。アイドルハウスのまさらみどりちゃんです。これからもよろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。ありがとう。